ベンツェスラフ・チェルニーは、チェコのイラストレーター、画家である。人気のある、挿絵画家となり、多くの書籍の挿絵を描いた。現在のチェコ、中央ボヘミア州のベナツキナトイゼラに生まれた。プラハの美術アカデミーで、フランキシェク・チェルマークとアントーニン・ロータに学んだ後、ウィーン美術アカデミーで、クリスティアン・グリーペン・ケールに学んだ。プラハやムラダー・ボレスラフ、ジェレズニツェなどで暮らした。 ズラータ、プラハや、スフェタザーなどのチェコの雑誌や、冒険小説のような書籍の挿絵を描いて人気があった。チェコの出版社から出版された、児童文学作家のリディア・チャルスカや、歴史小説家のアロイ・スイラーセクや、ヘンリク・シェンケビチ、冒険小説のカール・マイなどの書籍に挿絵を描いた。イタリアの作家、ジャコモ・カサノバの回想録、我が生涯の物語や、 1893年から1909年の間に出版されたジュールベルヌの16冊の小説の差し絵も描いた。ムラダーボレスラフの病院で亡くなった。ありがとうございます。